今回のテーマ、記憶装置と CPU。 おはようございます、マサルです。今回はコンピューター構成要素の分野から記憶装置と CPU について一緒に勉強します。それでは始めましょう。令和元年秋、問60。コンピューターの記憶階層におけるキャッシュメモリ、主記憶および補助記憶とそれぞれに用いられる記憶装置の組み合わせとして適切なものはどれか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はうの組み合わせが正しい組み合わせです。それでは解説していきます。コンピューターの記憶装置は大きくメインメモリー、キャッシュメモリー、補助記憶装置に分けられます。この違いが少し分かりにくいので一つずつお話ししていきます。まずはメインメモリーです。メインメモリーはコンピューターにとっての作業机のようなものです。コンピューターが作業するときには必要なデータやプログラムがメインメモリーに読み込まれます。メインメモリーは DRAM というメモリーが利用されます。 DRAM は大きな容量を持っていて多くのデータを一度に置いておくことができます。しかし電源が切れてしまうとデータが消えてしまうという特徴があります。次はキャッシュメモリーです。キャッシュメモリーは手元にある便利な道具箱みたいなものです。作業をしているときに頻繁に使う道具やデータをこのキャッシュメモリに読み込ませることで処理を高速化させることができます。キャッシュメモリには SRAM というメモリが利用されます。この図では CPU とキャッシュメモリが別に書かれていますが、実際には CPU の中にキャッシュメモリが存在しており、とても高速にデータを処理することができるようになっています。しかしキャッシュメモリはメインメモリよりも容量が小さいので、よく使うデータだけをキャッシュメモリに入れてすぐにアクセスできるようにします。最後は補助記憶装置です。補助記憶装置はコンピューターの倉庫のようなものです。長期間保存しておきたいデータやプログラムが補助記憶装置に保存されます。補助記憶装置はハードディスクや SSD が利用されるので、メインメモリやキャッシュメモリに比べて容量がとても大きいです。さらに電源を切ってもデータが消えないという特徴があります。しかし読み書きはメインメモリやキャッシュメモリに比べて遅いという特徴があります。まとめると、キャッシュメモリは少量のデータを高速にアクセスするためのもの、メインメモリは作業中のデータを置いておく場所、そして補助記憶装置は長期間保存しておきたいデータを置いておく場所だと思ってください。この3つをうまく使い分けることでコンピューターは効率よく動作をすることができています。それでは問題を見直しましょう。コンピューターの記憶階層におけるキャッシュメモリ、主記憶および補助記憶とそれぞれに用いられる記憶装置の組み合わせとして適切なものはどれか。正解はう。キャッシュメモリーが SRAM、 主記憶が DRAM、 補助記憶が SSD です。では次の問題です。令和4年春、問81。 CPU の性能に関する記述のうち適切なものはどれか。あ、32bit CPU と 64bit CPU では 64bit CPU の方が一度に処理するデータ帳を大きくできる。 E、CPU 内のキャッシュメモリの容量は少ないほど CPU の処理速度が向上する。う、同じ構造の CPU においてクロック周波数を下げると処理速度が向上する。 A、 デュアルコア CPU とクワッドコア CPU ではデュアルコア CPU の方が同時に実行する処理の数を多くできる。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はあ、32bit CPU と 64bit CPU では
64bit CPU の方が一度に処理するデータ帳を大きくできます。それでは解説していきます。問題の中に出てきた CPU に関する用語を勉強していきましょう。まず CPU とはコンピューターの頭脳として命令の実行、データの処理、制御、データの移動などを行っています。そして CPU には32bit 版と 64bit 版が存在します。これは CPU が一度に扱える情報量を表しています。つまり 64bit 版の方が一度に扱うことができる情報量が多いということになります。ちなみに現在は 64bit 版の方が主流です。クロック周波数は CPU が1秒間に何回処理を行うのかを示した指標です。 1GHz の場合、1秒間に10億回の処理を行うことができます。次はデュアルコアとクワッドコア。コアというのは CPU 内部の処理ユニットのことを言います。このコアを複数搭載させることで CPU の性能を向上させることができます。例えばシングルコアの場合、コアは1つ、デュアルコアの場合コアが2つ、クワッドコアの場合コアが4つになります。コアの数が大きくなればなるほど性能が向上します。それでは問題を見直しましょう。 CPU の性能に関する記述のうち適切なものはどれか。正解は A、 32bit CPU と 64bit CPU では 64bit CPU の方が一度に処理するデータ帳を大きくすることができます。それではここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はパソコンを買うときに知っておきたい CPU の話をしてみたいと思います。 CPU の種類を知らずにパソコンを選んでしまうと、動作が重いパソコンを選んでしまったり、オーバースペックのパソコンを選んでしまってお金を無駄にしてしまうかもしれません。用途に合わせた適切なパソコンを選べるようになりましょう。ここではパソコンを選ぶ一つの指標としてインテルというメーカーが作っている CPU の違いについてお話しします。まずは Core i3 です。 Core i3 は基本的な作業に最適な CPU です。ネットサーフィンや文章作成、メールチェックなど基本的な作業だけなら価格がお手頃な Core i3 が向いています。次は Core i5 です。 Core i5 はバランスの取れた性能を持っている CPU です。動作の軽いゲームや簡単な動画編集なら Core i5 が向いています。次は Core i7。 Core i7 は高い処理能力を持っている CPU です。ゲーム、動画編集をする方は価格が少し高めになりますが、Core i7 が向いています。そして最後が Core i9 です。Core i9 は最高クラスの性能を持った CPU です。プロフェッショナルな作業、重たいゲームをする方に向いています。しかし価格が非常に高くなっているので注意が必要です。もしパソコンを買う機会があれば、今回お話しした内容を参考にしてみてください。それでは最後に復習です。令和元年秋、問60、コンピューターの記憶階層におけるキャッシュメモリー、主記憶および補助記憶とそれぞれに用いられる記憶装置の組み合わせとして適切なものはどれか。正解はう、キャッシュメモリーが SRAM、 主記憶が DRAM、 補助記憶が SSD です。次の問題、令和4年春、問81、CPU の性能に関する記述のうち適切なものはどれか。正解は A、 32bit CPU と 64bit CPU では 64bit CPU の方が一度に処理するデータ帳を大きくできる。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。最近のイベントは記載している通りです。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。